Today's Golden Age Technology will be presented in Japanese with subtitles in Arabic, Oraxes, Vietnamese, Chinese, English, French, German, Hungarian, Indonesian, Japanese, Korean, Mongolian, Persian, Portuguese, Russian, Spanish, and Thai.こんにちは。賢明な視聴者の皆様、ようこそスプリームマスターテレビジョン黄金時代のテクノロジーへ。本日は日本から最新の宇宙開発テクノロジーを駆使した世界初ソーラー電力セールイカロスの特集をお届けします。イカロス、つまりタコ型惑星間探査実証機ソーラー電力セールは H2A ロケットで金星探査機アカツキとともに2010年5月21日日本の宇宙航空研究開発機構 JAXA によって種子島宇宙センターより無事に打ち上げられました。2010年12月末までにはイカロスは金星を通り過ぎ太陽の周りを回り続ける予定です。イカロスは世界で初めてソーラー電力セイルの技術を利用して宇宙空間を進むことができることを実証する探査機です。巨大な四角形のポリイミド樹脂の膜に貼り付けられた太陽電池が太陽光を集め宇宙空間を進みます。今までイカロスが成功させた数々の実証をもとに JAXA はおよそ10年後に木星に向けより巨大なソーラーセイルを打ち上げる計画です。それではスプリームマスターテレビジョンの日本の特派員に合流しましょう。特派員は最近 JAXA宇宙航空研究開発機構津田雄一助教にお会いしてイカロスについてお話しする機会を持つことができました。JAXA が開発しましたソーラー電力セール実証機イカロスについて津田様にお話を伺います。よろしくお願いいたします。まずじゃあソーラーセールについて、少しご説明しますと、ソーラーセールというのは簡単に言うと宇宙空間を進むヨットのようなものです。ヨットというと地上では海の上を風を受けて進む、ものです、船ですけれども、それと同じように宇宙空間を、太陽の光の力を受けて進むことができるのです。ソーラーセールを、行うためにはまず、大きな膜面でできるだけたくさんの光を集めてそれで宇宙空間を加速する力を得るんですけれども、せっかくこの大面積があるんだから、そこで単に光を受けるだけではなくて、その太陽薄く薄膜の薄い太陽電池を搭載して、そこで発電もしてしまおうという技術がこのイカロスで行おうとしているソーラー電力セールという技術になります。2010年6月3日セールの展開が開始され、6月10日地球から770万キロ離れた時点で転調、そして太陽電池による太陽光発電も確かに確認されました。ミッション最大の難所であった宇宙空間でのセイルの展開がついに成功したのです。それではソーラー電力セイルの構造をさらに詳しく見てみましょう。これはちょうど模型があります。こういう形をしています。これは、ソーラーセイルが展開した状態です。一辺が14メートルの非常に薄い膜でできた、これをセイルと呼んでいます。でどのくらい薄いかというと、一番薄いところで 7.5 ミクロン、これは、髪の毛の太さの10分の1ぐらいです、そのように薄い膜を14メートル広げるということになります。で真ん中にあるのが、実証機の本体で、円筒形をしています。で打ち上げの時には、この円筒形の内側にこの全てのセールが、くるまって収納されている状態になります。で打ち上げた後セール展開になりますと、これ全体がスピンします。でスピンすることで遠心力でこのセールが外に外に行く力で、展開していくということになります。
で、そういうふうに遠心力を使うので、この膜面自体には構造的な支持の柱みたいなものは一切ありません。つまり遠心力だけでこの四角い形状を維持することになります。そういう理由なので、柱とかこういう支持するものが一つもないので、非常に軽量で、大面積を広げることができる。これがイカロスの、セール展開、セール転調技術の特徴になります。イカロスはどのようなことを実証するのを目的としていますか？はい、イカロスでやろうとしているのは主に4つになります。1つはまずこの大面積のセールを宇宙空間で自動的に開くことができるかどうか、これを実証するのがまず第一です。これはこのイカロスは無人の探査機です。無人ということは何十万キロ何百万キロ離れた宇宙空間で全て自動でイカロスが自分で動いてくれなければいけません。でこういう大面積を宇宙空間で自動で開くというのは実はすごく難しいことなんです。で特にこの、膜面はすごく軽くて、すごくふにゃふにゃしたものなんですね。でこのふにゃふにゃしたものは、開発していく中で形状を予測するだとかこの運動を予測するというのはとても難しいことなんです。で、そういうものを宇宙空間で自動的に開くように、できるというのは、これは実は、ハードルの高い技術になります。で、第2は、その開いた膜面上に、先ほども少し申し上げましたけれども、薄い薄膜の太陽電池が載っていたり、他にいろんなデバイスが実は載っています。で、そういうものが実際に宇宙空間で機能して、で動くことができるかどうか、それを確認するのが第2です。でそれから第3は、じゃあ実際にイカロスが宇宙空間を航行していきます、進んでいきます。で実際に太陽光の力を受けて進むことができるかどうか、これを確認するのが第3です。それから第4に、実際に光の力を受けるだけでなくて、その光の受け方を、この全体の姿勢をこういうふうにコントロールすることで、力の受ける向きをコントロールすることができます。でそういうふうにコントロールすることで、目標地点に進むことができるかどうか、こういうナビゲーションっていう我々言うんですけども、ナビゲーションとかガイダンスの技術を、実証するのが第4になります。短いメッセージの後もさらにこの驚異的なソーラー電力セールイカロスについて探究していきます。スプリームマスターテレビジョンを引き続きお楽しみください。それでは黄金時代のテクノロジーの番組を続けましょう。2010年5月21日日本の種子島宇宙センターから打ち上げられたソーラー電力セールイカロスを紹介します。イカロスを世界のメディアは称賛しています。例えば英国の雑誌はイカロスの製作に関わった日本人科学者たちの専門知識を称賛し、イカロスの巧みさを折り紙ヨットと称えました。それでは日本宇宙航空研究開発機構の津田雄一助教との対談に話を戻し、セールの技術についてさらに詳しくご説明いただきましょう。ソーラーセールの技術というのはもともと日本で開発されたものなんでしょうか？ソーラーセールそのものは、実はもう100年前ぐらいから、概念アイディアとしてはありました。もともとこれはロシアの、ツィオルコフスキーさんという、人が、提唱したと言われています。で、そういうふうに古い概念で、太陽には力があって、その光の力を受けると、物は進むことができる、そういう概念はありました。でただしそれを宇宙空間で実際に、実証しようとすると、すごく軽量で大面積の
デバイスが必要になるんですね。イカロスのこの膜はとても薄いので、宇宙空間で破れることなんかはないんでしょうか？もちろん全てを予測することができませんから、そういうことはあるかもしれません。ただしイカロスでは、そういうことも考えて、もし仮に展開の途中だとか、あとは飛行している途中に、膜の一部が破れてしまった場合にも、それが全体に一気に、ゾーンで、区切って、その破れが止まるような、工夫がなされています。それ以外にもいろんな工夫がなされていて、こういう大面積のものを、安定的にずっと長い、時間、この形状を維持して飛行するように、いろんな技術が、実は詰め込まれています。莫大な太陽光エネルギーだけに依存するイカロスは、搭載された限られた燃料源に頼ることなく宇宙空間を自由に航行することが可能です。イカロスは JAXA に長距離宇宙飛行の研究を続けるユニークな機会を提供しています。半年後に金星にイカロスがついた後はどのようになるんでしょうか？はい、イカロスは、半年かけて金星に飛びますけれども、金星に行くのが目的ではなくて、金星を通過してその後も太陽系の中を飛行し続けます。実際の軌道は金星の軌道と地球の軌道の間を行ったり来たりするような、太陽系内の楕円、太陽の周りを回る楕円軌道なんですけれども、そういう環境で光をどのように受けて、どのようにソーラーセールとして、進む方向をコントロールできるか、それを、半年を過ぎた後も、実験し続けたいというふうに思っています。イカロスの技術は惑星探査以外今後どのようなことに発展できるとお考えでしょうか？そこに太陽電池をたくさん貼ると、地球周回軌道上で非常に大電力を発生することができます。例えばそれを地球上に、送電することができたら、電力を送ることができたら、地球上に発電所を作ることなく宇宙で、電力を発電してそれを地球上で使うというようなことができます。太陽のエネルギーだけを使っているので非常にクリーンなエネルギーということになりますね。それから単に、これは宇宙空間の技術というだけではなくて、薄膜太陽電池という技術そのもの、これは地球上でも応用することができます。例えば建築物の壁面だとか、あとは曲がった壁面とか、丸い屋根の上にこういう薄膜太陽電池を貼ることができるようになったりします。で、そういうことでいろんなところに貼ることができて、できるので、こういう薄膜太陽電池が量産されるようになれば、一般の社会にも役に立つような技術なんではないかというふうに思います。日本宇宙航空研究開発機構の献身的な仕事を心から称賛します。またイカロスが先駆的な航行を続けながら達成するワクワクする今後の進展に期待しています。現在継続中のソーラー電力セイル技術の研究は、将来の惑星間飛行にとって極めて重要であることが実証されるでしょう。太陽という無尽蔵で持続可能な源から光エネルギーを吸収するこのゼロカーボン設計も利用されるに違いありません。津田雄一助教、貴重な時間を割いていただき、有益で極めて革新的な日本の宇宙ヨットについてお話しくださり、心より感謝申し上げます。イカロスに関する詳細はこちらまで、 www.jspec.jaxa.jp/e。 幸運な視聴者の皆様、本日の黄金時代のテクノロジーをご覧ください。感謝します。引き続きベジタリアン高潔な生き方を注目すべきニュースの後にご覧ください。人類の才能が賢明で慈悲深い方法で利用され、
神の創造物すべてに最大限の利益をもたらしますように。 Blessed viewers, thank you for your presence today on Golden Age Technology. Coming up next is Vegetarianism, the noble way of living. Following noteworthy news, may the genius of humanity be utilized in wise and compassionate ways to bring about the utmost benefit to all of God's creation. For more details, please visit www.suprememastertv.com/GAT.